はい、どうもハゲチョビンでございます。はい、ハゲチョビンですよ。今日はですね、宮城県青葉区、仙台市青葉区にありますね、定義さんに来ました。はい、あっちの方に定義さんがあるみたいですけどもね。はい、定義豆腐店の、油揚げがなんか美味しいよって、大きくて美味しいよっていうのを聞いたのでね、定義さんに行ってみたいと思いますよ。それではね、ハゲチョビンチャンネル始まりたいと思います。よろしく。はい、定義周辺観光マップだそうですね。現在地はここ定義交流センターになりますね。はい、トイレもありますね。私はここの駐車場に停めましたが、あそこになりますね。はい、焼き団子、味噌おでん、手打ちそば、食べるものだけしか見てないですけどね。はい、こっちが定義さんなのかな。あ、こっちが夏の夜にはホタルが見られますよ、待ってますね。はい、五重の塔ですね。はい、それでは行くぞい。いつも、はい、いつ来ても心が和む定義さん。はい、皆さんどうですか。いつ来ても心が和む定義さん。はい、それでは行きます。はい、今ね、交流センターでトイレをしてきましたね。でね、表参道からここから行きたいなと思いますよ。はい、おー、結構あれだな、結構出るね。やっぱ仙台だから牛タン串もありますね。はい、はい、定義豆腐店、ここがあの、なんだっけ、油揚げを食べてみたいなと。営業9時から4時までですね。はい、おー、結構食べてますね。これは様々な4枚入りで600円となってます。この揚げたて6本早かったまりました。はい、どうも。これ食いだしたあそこに座った、道路に、うん、食い終わったら持ってくべし。かけすぎじゃない。いいんだ、もう食い終わったら行く、持ってく。あそこに何か返却口ちゃったっけ。ちょ、これも豆腐、うん、これ油揚げなの。油揚げ、七味かけすぎ。え、七味かけすぎだ。いつも通り七味かけすぎましたね。1枚150円だな。サクサクだな、うん、2枚は食うのいいけど、すり鉢ラーメン食うだからね。油揚げ1枚食べましたよ。美味しかったです。はい、今ね、定義豆腐店の油揚げを食べましたね。次はお参りをしていきたいと思いますよ。はい、定義さんに来ましたよ。頭ぶけたら面白い。顔をずねで。どうも。聖法寺っていうのかな、の大本堂でございます。どうも、素晴らしい建物でございますね。はい、はい、今ね、御朱印を頼んできました。20分ぐらい待つっていうのでね、五重の塔に行ってきたいと思います。はい、五重の塔に行きます。
はい、今ね五重の塔を見に歩いてますけどね、こう緑に癒されますよ。さっきね宇治の神さんが携帯であの定義さんの油揚げを写真撮ってたらね、そこになんと携帯を置き忘れることもありましたね。はい、何をやってるんでしょうか。娘からねお母さん携帯落としてないって電話来て、そこで分かったみたいですけどね、神さんに来たわけじゃないですけどね電話が。はい、お見えた五重の塔、立派だな。はい、五重の塔でございます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。行ったっけ。あ、やめた。やめた。上手だね。この間おサビで食ってきた場合だな。おサビで食ったのにね、おサビで持ってきたの。サビが持ってきた。いいよ。母さん、サビ持ってるの。ママさん、持ってる。手渡ります。え？8番でお待ちのお客様。いやいや。うん、うまい、うまい。牛乳みてえだな。はい、定義さんにね行ってまいりました。本当はねすり鉢ラーメンを食べたいなと思ってたんですけどもね、なんと定義館が臨時休業でやってませんでした。はい、食べれませんでしたね。ただねお昼を食べました。美味しかったですよ。あとね、思った以上に定義さんってね結構観光地ですね。はい、思った以上に綺麗な立派なお寺で良かったですね。油揚げも美味しかったですよ。ではね、帰り安全運転とあとは帰りたいなと思います。次回の動画も見てください。バイバイ。チャンネル登録グッドボタンお願いします。